こんにちは、 DMM ドリームクラブの椎名です。今日は2024年の8月29日木曜日午後6時を回ったところでございます。先週末は日曜日に6頭が出走しました。まず札幌2レースのダート 1700m 3歳未勝利にスマイルコレクターが出走して競争中止でした。スタートの1本目でつまずいてしまいまして、残念ながら落馬競争中止となってしまいました。未勝利戦のラストチャンス、初めてのダートでどんな走りをしてくれるかと期待をしていたんですけれども、残念な結果になってしまいまして、この後は園田の新しい正式厩舎に移籍して JRA の復帰を目指すことになりました。競争中止が2回と不運な馬でしたけれども、能力は持っている馬だと思いますので、園田で年内に2勝して中央に戻ってきてくれればと思います。中級4レースの3歳未勝利、芝 1400m にはリーゼダブールが出走して4着でした。2番手から粘り込む非常に見せ場のある内容で、勝ち切ることはできなかったんですけれども、掲示板に入って優先出走権をつかむことができました。今週が未勝利戦最後ということで、日中の中京4レースであと 1400m の3歳未勝利戦に臨むことになりました。勝ち切るということを考えると、芝よりもダートの方がいいだろうということと、また雨で馬場が閉まってスピードが生きるダートもいいだろうということで、最後はダートに向かうことになりました。先週の内容も非常に良かったですので、今回勝ち切ってくれたらなと思っております。中京6レースの3歳以上1勝クラス、インバ限定のダート 1400m にはセットリストが出走して7着でした。直線では2番手争いに加わろうかというところを見せましたけれども、ゴール前で足が上がってしまいまして、最後はそのままキックバックを嫌がったところもあるようです。次は芝のレースを使ってみようということで、厩舎において続戦で次のレースを考える予定です。札幌6レース芝 2000m の3歳未勝利戦にはパンドジャイルが出走して5着でした。後位を追走して4コーナーで先頭に並びかけたんですけれども、もう一踏ん張りが効きませんでした。距離が少し長いかなというジョッキーのコメントと、また爪の甘いレースぶりを考えまして、こちらも連投で臨むラストチャンスはダート戦に向かうことになりました。日曜日の札幌5レースダート 1700m の3歳未勝利戦に臨むことになりました。足元が心配だったんですけれども、今のところ問題ないということで、芝では勝ちきれなかったんですけれども、4コーナーで先頭に並びかける先週のような足の使い方はダート戦向きかなと思いますので、初ダートで代わりを見せてくれればと思っております。中京7レースの3歳以上1勝クラスダート 1900m にはレジェンドシップが出走して7着でした。道中はいい感じで運べたということなんですけれども、直線で上を向いて走ってしまったということで、気難しいところがもろに出てしまったかなという印象です。この後は放牧で少し長めのリフレッシュをして気持ちをリセットして次の目標を決める予定です。中京9レースの大部特別ダート 1800m にはエンプレスペイが出走して15着でした。先手を取ったんですけれども、序盤からかなり競り込まれてしまいまして、直線まで足を残すことができませんでした。この後リフレッシュ放牧を挟みまして、秋の福島のダート 1700m を考えております。新潟12レースの3歳以上1勝クラス芝 1200m にはエールトゥーヘブンが出走予定していたんですけれども、落雷の可能性があるということで、残念ながらレースが中止になってしまいました。突発的なアクシデントで非常に残念ですけれども、こればかりは仕方ありませんので、次に目標を切り替えたいと思います。今週の2勝クラスの新潟の飯豊特別にも登録をしたんですけれども、新潟2週続けて輸送する負担もありますので、無理をせず再来週の9月15日中山12レースの3歳以上1勝クラス芝 1200m に切り替えることになりました。除外になったり中止になったりと、なかなか出走の機会がめくってきてないんですけれども、状態を維持して再来週こそはいい走りを見せてくれればと思っております。さて所属馬の状況ですけれども、今週土曜日の札幌2歳ステークスに登録をしておりましたキングスコールが同レースへの出走を開始することになりました。それが出ていることと、馬場の状況が不透明であること、また競馬場での調整がテンションが高くかなり難しいというところも踏まえまして、火曜日に回避の判断をいたしました。その後水曜日にそれとは別に左前の臼折に気になるところがあるということで、レントゲン検査を行ったところ、軽い剥離骨折が見つかったということで、この後北海道の中自転ファームに放牧して休養に入ることになりました。残念ではありますけれども、骨折の程度としては軽度のもので、火曜日にレースを回避したことで水曜日の追い切りを避けることができましたので、不幸中の幸いだったのかなと考えております。しっかり直して実戦復帰できればと考えております。来週の中山の重賞9月8日の京成杯オータムハンデキャップを予定しておりますタイムトゥーヘブンは、ミオノウッドチップコースで5ハロン68秒0姉妹11秒3のタイムを出しました。猛暑のピークを超えて状態雰囲気が上がりつつあるということで、来週に向けていい調整ができているかなと思います。実績のある中山芝 1600m に向けていい形で持っていければと考えております。ドリームクルーズは今週の出走を予定していたんですけれども、馬場状況と不透明な面がありまして、来週開幕中の中山に芝 1600m の番組がありますので、そちらで先行力を生かした方がいいのではないかということになりまして、9月4日の中山7レース3歳以上1勝クラス芝 1600m に向かうことになりました。今週はミノットチップコースで5波の68秒1姉妹11秒7のタイムをマークしまして、合わせまで順調に調整を行っております。来週に予定がスライドになっても体調面は問題なさそうですので、このまま順調に進めていければと考えております。ミスティックラーは8月29日木曜日に一等当選帰休しまして、9月15日の中山11レースラジオ日本賞ダート 1800m に向かうことになりました。牧場ではここに来て動きが良くなって
体調が上がってる感じを受けますので、このまま進めていければ再来週のレースに間に合うんではないかと思います。勝ち切って賞金を加算できればと考えております。またラブ&ホープは8月30日金曜日に一等トレーサーに入ることになりました。まだ体力は足りないということですけれども、少しずつ良くなってきておりまして、まずはゲート試験を受けようということになりました。徐々に進めていければと思っております。先週入球したマリブオレンジはなので15、15を行ってゲート練習も行っているということです。福永雄一調教師が乗っていい感触を得ているようですので、まだ強い状況はこれからですけれども、今のところ順調に来ているのかなと思います。ゲート試験は金曜日に受ける予定だったんですけれども、台風の影響で試験自体がなくなってしまったということで、来週受けることになるかと思います。ゲートはかなり早いということですので、試験に合格してレースに向けての調整を開始できればと考えております。オブシディアーナは日本の販路で4波の53秒8姉妹13秒0のタイムをマークしました。合わせるまで手応えよく上がれていたということで、乗った方の感触もよく順調に来ているんではないかと思います。一度すくみが出たということですけれども、その後は問題ないようですし、海馬もしっかり食べていて体調もいいということですので、もう少し乗り込んでレースを決められればと考えております。アストラは先週末に見劣り戦に帰球しまして、今週は販路で4波の57秒1姉妹14秒6のタイムを出しました。合わせまで遅れてしまいまして、まだ動きは重いかなというところですけれども、前回の入球時よりも良くなっているところもあるようですので、少しずつ変わってきてくれればなと考えております。ということで、今週末の出走ですけれども、土日で計8頭になりました。土曜日はまず新潟4レースの障害3歳児オープンに初シンフォニーが出走します。今週は三保のニューポリトラックコースで5波の71秒5姉妹12秒9と、疲れを残さないように控えめな調整でしたけれども、動き自体は元気があって体調良さそうに感じます。前走は勝ったかなと思うような内容の2着で、勝利まであと1分のところまで迫っておりますので、勝っている新潟コースで結果を出してくれればと思っております。中京7レースの3歳未勝利芝 1600m にはベルファストが出走します。今週のキリアリットのトチップコースで4波の56秒9姉妹12秒4と、中1周ですので半マイルから完全内容でしたけれども、状態息遣いは前走よりも良くなっているということで、コンディションを心配していたんですけれども、悪くない状態で出走できるんではないかと思います。台風の影響で開催自体も含めてどうなるかというところなんですけれども、ラストチャンスに向けて体制は整ったかと思いますので、なんとか勝ち切ってくれればと思っております。中京11レースの流しのステークス芝 1200m にはアバンチュリエとベールアンレーブが出走します。2頭ともイキリアミホの反応で行いまして、アバンチュリエは4波の53秒3姉妹12秒9ということで、単走で元気いっぱいに駆け上がっておりました。前走初めての 1200m で最後なかなかいい足を見せておりましたので、馬場状態がどうなるかというところですけれども、背足を生かせる展開になればチャンスはあるんではないかと考えております。ベールアンレーブは反応4波の54秒2姉妹12秒3で駆け上がりまして、先週ハードに追ったことで今週はだいぶ息遣いや体調が上がってきているということです。こちらも前走 1200m でなかなかいい競馬をしてくれましたので、うまく噛み合ってくれれば前進できるかなと考えております。馬場が渋るのはいいタイプなんですけれども、あまり振りすぎるとどうかなというところもありますので、この間にフィットした馬場状態になってくれればなと考えております。日曜日は札幌2レースの2歳未勝利芝 2000m にカミノレラルが出走します。今週は札幌のダートコースで5波の71秒7姉妹12秒2のタイムを出しまして、少し持たれる面が強くなっているものの、動き自体は良くなっているということです。デビュー戦は2着といいレースをしてくれまして、2戦目で上積みが期待できると思いますし、岸田騎手が新馬戦の前から状況に乗り続けてコンビネーションを高めていると思いますので、息の合った走りで勝ち切ってくれればなと考えております。新潟5レースの2歳新馬戦芝 1800m にはエンジェルマークが出走します。今週のイキリアミホのオートチップコースで5波の69秒に姉妹11秒9のタイムを出して併入しました。少し反応が鈍いタイプなんですけれども、だいぶ前進規制が出てきたということで、出走体制は整ったんではないかと思います。すくみが出たり体質面でまだ弱いところはあるんですけれども、いいものを持っているのは確かだと思いますので、結果 もちろん楽しみですけれども、川田優雅騎手にどんな評価をしてもらえるのか、そのあたりも楽しみにレースを見守りたいと思います。そして冒頭でお話ししたリザダムールとパンドジェーヌが中京4レースと札幌5レースの3歳未勝利戦で連投でラストチャンスに臨みます。台風の動きが刻一刻と変わっておりまして、この後どういうふうに週末の開催に影響してくるかというところなんですけれども、3歳未勝利馬にとっては今週の未勝利戦がラストチャンスになりますので、なんとか無事に開催してほしいなと願っております。今週は3歳未勝利馬3頭を含む8頭が出走します。どうぞよろしくお願いいたします。